はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、自転車に乗って太ももが細くなるのかっていうねお話です。よく通勤とか通学でね、最近まあやっぱりダイエットのために自転車乗ってる人も多いと思うんですけども、この自転車って実はですね、太ももの前側ばっかり使ってしまって、ギアとかね、ああいう重さによっては太ももが太くなってしまいます。で、太ももをね細くするために、じゃあどうして自転車乗ったらいいのかっていうのは、基本的にはですね、自転車乗るときに椅子を高めにしてください。椅子を高めで自転車乗ることによって、太ももの真ん中よりも上ではなく下の方をね使います。そして椅子が高いと踏んだ時に足が伸びてしまうんで、その時に太ももの前ではなく後ろ側もね使って、ペダルをこううまくね回す感じで自転車を乗ることができます。椅子が低くって足を下にした時でも膝がしっかり曲がってるぐらいのサドルの高さだったら、常にね太ももの真ん中と上、太ももの真ん中の部分と上の部分を使ってずっとこうやって漕いでしまうんで、足がね結構太くなってしまいます。なんで、あ、自転車に乗って太ももを細くしたい場合は椅子高めでギア軽めです。ギア重くしてしまうと、どん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 ギアを重くしてしまって、スピードもどんどん速く進みたいなと思ってしまってですね、太ももの前にねしっかり筋肉つきすぎちゃって、マッサージとかしてればいいんですけども、マッサージとかしてなかったらもう筋肉質なね太ももになってしまいます。なので太ももを細くしたい場合は椅子高めのギア軽めで、よく毎日ね自転車に乗っちゃう人っていうのはやっぱり同じ部分ばっかり使ってしまうんで、微妙にサドルの高さを毎日ね変えて乗ることによって太ももの使う位置を変えれますんで、そうなってくると毎日自転車に乗っても太ももがね疲れすぎず張ってこないので、そのように乗ってもらえたらと思います。あとはエアロバイクとかもね同じことが言えます。エアロバイクなんかはペダルにこういう紐がついてたりするんですよね。紐がついてるとペダルっていうのを押すだけではなくって引きながら漕ぐこともできるんで、そういった場合はですね、あんまり押すんじゃなくって引くばっかりな感じでエアロバイクを乗ってもらえると太もも痩せに効果的です。ということでね、まあ、ギアがない人っていうのは、まあ、同じギアで実は自転車乗っちゃうと思うんですけど、そういった場合はどんどんスピード出すんじゃなくってですね、割とももの力を抜いて踏むんじゃなくて回す感じで自転車に乗ってもらえると、太ももの負荷が軽くなって、スピードもねそんなにいっぱい出さずにのんびり漕ぐぐらいが太もも痩せにはちょうどいいです。飛ばしてしまったりとかするともう太ももの前筋肉ついちゃうんで、どんどん漕ぐスピードも上がってきてですね、疲れが取れず太ももの前が張っちゃいます。そしたらね、もう特に思春期のね中高生とかがそういう風にやっちゃうと、もう本当に大人になっても筋肉質な足になってしまうんで、できるだけね早く漕ぎすぎず軽いギアでサクサクのんびり漕いでください。回すという感じで漕いでください。サドルの高さは変えてください。毎日乗る人は、あんまり乗らない人はね同じでもいいんですけど、高めで乗ってもらえたらと思います。まあ、くれぐれもね安全に自転車を乗ってください。今日は自転車に乗って太ももを細くするポイントでした。ありがとうございました。ぜひコメントもください。そして説明欄に太もも痩せのブログ書いてますんで、よかったらご覧ください。タートルでした。